Google Meet の会議を開いて、右下のアクティビティをクリックします。ブレイクアウトルームをクリックします。ブレイクアウトルームの設定をクリックします。会議室の数を必要な数に設定します。参加者は自動で会議室に割り当てられますが、ドラッグ&ドロップで入れ替えることができます。シャッフルをクリックすると、会議室のメンバーをランダムに設定することができます。セッションを開くをクリックすると、ブレイクアウトルームが開始します。それぞれの参加者は参加をクリックすることでブレイクアウトルームに移動することができます。会議の主催者は各ブレイクアウトルームの参加をクリックすると、それぞれのブレイクアウトルームに参加することができます。ところが、多くの学校で導入されている無料の Google Workspace for Education Fundamentals では、ブレイクアウトルームが使えません。Google Meet は他の Web ツールと違い、簡単に複数の会議室の URL を発行することができます。それを利用して疑似ブレイクアウトルームを作りましょう。ブラウザのアドレスバーに meet.new と入力して Enter キーを押します。新しい会議が作成されました。右下のインフォメーションボタンを押して、参加に必要な情報をコピーをクリックし、ドキュメントなどにそのリンクを貼り付けます。同じ作業を繰り返して、必要な数の疑似ブレイクアウトルームを作成します。あとはこのリンクを Google クラスルーム等で共有して参加者にクリックしてもらうだけです。超絶簡単です。